深く意味別にないんやけど、物価が150分で75分ずつ解いたんですけど、はい、まず科学の第3問の有機化学ほぼ記憶なくて、はい、ほぼ記憶なくて、いやほんまそうですね、ほんまに記憶なくて、有機はマジでもうあれですもんね、うん、もう覚えてないともう無理ゲー入りますからね。そうそうそう、ほんまにそう。で物理、あのまあちょっと物理化学のまあ大問ごとの点数ちょっと書いていくけども、はい、35点中13点。力学電磁気熱力でしょ。確かに。で、でも熱力の問題は波動も熱力も両方混じった問題だった。で、ね、電磁気が電だけにしとくけど、はい、俺電がないから。はい。35分の14。で、波動、はい、熱が波動も出るんですね。30分の23。ここがほぼ溶け取って、はい。化学1番の平行かな、多分これ平行が27分の27 で、電池が取りすぎ電池が、はい、これも確か27分の18で、次、炭化水素炭化水素、これが有機で24分の0高分子24、じゃあ22分の12もう一回再整理すると、物理が力学が35分の13、はい、電磁気35分の14、波動熱が30分の23の50点、はい、50、はい、で、化学が平行が27分の27、電池が27分の18、はい、有機の炭化水素0、はい、高分子22分の12という、はい、構図で、これで足して57になる、多分57です、これでっていう感じになったんですけど、まず、この問題が全く分からなくて、全く取れなくて半分取れてるって、いやそうなんです、やばいですね、この問題はもう捨て物やで。でまず最初物理から解いたのよ、はい、で力学の問題は最初の方はいけるとなって、電磁気もまあまあそれなりにいけるかなと思ったけど、ちょっと後半がやっぱり難しくて、で俺がもう結構忘れてたっていうのもあるんやけど、もうでも波動熱が問題文読んだらいけるんちゃうかってなって諦めずにやったらこれだけ取れた、うん、で科学なんやけど、科学で一番伝えたいんやけど、はい、正直科学って俺塾でもほとんど教えてなかったし、はい、大学でも俺物理専門やからさ、はい、これおかしいんやねん、こっちの方が点高くないとおかしいんや、そうですね、こっちの方が点高くないとおかしいんやけど、はい、なんかこっちの方が点高かったと、はい、これはまず平行の問題やけど、はい、アゾメタン、はい、なんかの平行の問題で、微分方程式を使って半減期を求めるみたいな感じの問題なんやけど、はいはい、まあ、そこがまず俺大学でやったこととちょっとで見慣れた形してるし、はいはい、で、なんで E になるかとか分かるからさ、はい、その変数分離型の、はいはい、ただそれだけの微分方程式やから、大学生の知識やったら分かるから全然とっつきやすいと思ってしまったんやけど、多分受験生これ平均点低かったね、9点ぐらいしかなかったね、27分の、はい、多分受験生は何やそれってなって、はい、苦しんだと思うんやけど、意外と難しそうに書いてても実は意外と普通のことを言ってるっていう可能性があると思ってて、僕のイメージなんですけど、うん、僕の時四角1ってすげえ計算問題出たイメージがあるんですけど、はいはい、違いました。今回は計算問題出たよ、なんか、うん、理論科学の問題がもう全然系統関係なく、大問の中でカッコ1カッコ2カッコ6みたいな感じであって、全部なんか計算問題で、それ鬼むずない、ひたすら計算問題解かされたイメージがあるんですけど、いやでもそうではなかった、これはそうではなかった、はい、あの大問この1個で、その反応速度論が完結するようにできてたと思う、だから、はい、まあ多分解けた人は逆に言ったら結構高い点を取れてるんじゃないかなと、で解けてない人がほぼ0点みたいになってるんかな、はい、って思います、そうなってると思います。で、もう正直この正直反応速度論とかもやるの7年ぶりやからさ、忘れてたんやけど、問題文読みながらこうやこうや確かこうやとかで、現象で思い出していってどんどん、はい、最初こいつが N モールあると、N モールあったらどんどんこいつに変わっていくよなと、その反応速度論のその反応速度ってそもそも何やっけってとこをちょっとまず思い出したね、はい、時間単位時間あたりに何モールこいつが失うかみたいな、そのモルパー秒かなんかで気がすんね、はい、確かモルパーリットル秒か忘れたけど、なんかそんなんやったなって思い出しながらやりました。で電池も電池ってそもそも何やっけって問題が出て、はい、そもそも電池ってどういう原理で電気ができるっけっていう、はい、感じの問題が出たから、ボルテの電池とかダニエル電池とかをただ暗記してる人からしたら相当きつい問題だったと思う。だからボルテの電池とかダニエル電池がなんで電池になるのかっていうのを考えるっていうのがやっぱり大事じゃないっていうのを多分訴えたかった河合塾さんの問題だったんじゃないかなと。4価傾向とかです。
あ、そうそうそう、イオン化傾向が高い低いも大事やし、問題化学に関しては4つパッて見た時にこの2つは分からんけど問題読んだらなんかなりそうみたいになったんや俺の中で、はい、でもこいつは絶対無理です、絶対無理ってなって、はい、あのほとんど時間かけてない、だから逆にこいつらにめっちゃ時間かけたから点は高く取れたってさっきの数学と同じことが言えてて、もうここまでもう12月まで時期が混んでしまったら満点を取るなっていう風に俺寸大の時も言われたし、だからこれ別に捨てたって57点あるんやし、これ俺だって偏差値一番高かったんで科学英数物理科学で偏差値一番高かったんで科学が、でこれは多分経験値による差がでかかったかなって、だから俺別に記憶力はいい方やと思う、正直科学言うても覚えてたからちょっとは、ただまあそこを時間を考慮してやったっていうのがやっぱり皆さんに伝えたいことになるので、まあもう残り少ない時間皆さん頑張っていただきたいなと思うんですけど、僕から最後言えるのは、あの限られた時間の中でまあしっかり結果を出すってことにあのコミットした場合、あのコミットした場合コミットした場合結果にコミットするみたいなのあるやん、何やったっけ、ライザップです、ね、あ、ライザップかそういうのに考えた場合、あのしっかり皆さん の時間効率って考えた面でやっぱり問題を選ぶっていうのは大事なんじゃないかということが今日のメッセージでございましたということで、まあ受かる人受からない人っていっぱい出る試験で残酷な試験なんですけど、まあここまで25、6年に来て、まあ別にあの時第一志望行かんかった浪人の友達も第三志望の大学行ってそれはそれでいい仲間と出会えたって言ってるやつもいっぱいいるし、ポジティブな気持ちを持って自分の実力を完全に出し切ればもう悔いはないぐらい努力して頑張るっていうのを頑張ってほしいかなと、まあそれはね見てくれる子全員が受かればいいんですけど、それがまあなかなかね残酷な世界なんで世の中、まあ受かる人もいれば受からない人もいるっていう、僕はもう落ちたら犯罪が悪いぐらい思ってましたけど、あだからそれぐらいに思うの大事だと思う、ほんまにあのやっぱり開き直るって大事やから、あの人生によってポジティブになるためにやっぱそれをやるってのも大事だなと思います。僕はもう落ちるわけないと思ってましたから、あのそういう人もいるんですよ、はい、ビッグマウスだからあの天才型なんですよ、はい、僕あれなんですよ、その11月頃に犯罪行くって決めて、あの犯罪に行くまで自分の2次の得点が何点足りないのかなって計算したんですよ、うん、どんだけ低く見積もっても受かるんですよ数学でこんだ数学でクソミスってこんだけ点取ったのに、物理でクソミスってこんだけ取った、うん、科学でクソミスってこんだけ取った、うん、英語でクソミスってこんだけ取ったことですよ、そしたらあの合格者平均行ったんで、あこれは頭良すぎんか頭良すぎんか合格平均合格者平均行ったんで、あこれ受かった、サルやばないですキムやばない、全科目低く見積もって合格者平均ってやばない、それはやばいやばいよね、頭良すぎるよね、でまあそんな子ばっかじゃないと思うっていう前提のもと、まあ、キムはちょっとマジで頭いいから、で僕自信持つこと大事だと思ってまして、いやそれはほんまに大事なんやけど、はい、大事やと思う、ただだから僕の場合は自信に対して実力が なんかついてきちゃったみたいな感じなんですけど、はいはい、で別にその実力がそんなない子でも自信持っていけば多分なんか実力がなんかいつの間にかそこに届いてるんで、うん、そのもう自分からもうどんどん大口叩いていけばいいと思ってるんですよ、僕は。光る理論だからあの大口叩く人ほど言うても結果がついてくると、はい、まあまあまあでも、まあ、大口を叩くことはできても本気になって大口を叩くっていうここが大事やから、はいはい、俺でもだって別にふーんって5年後年収10億かなとか例えば言うやん今遊びで言ってるからこれ全然遊びやんか、何も本気と何も本気とって感じで、だから本気で言うってのが大事やん、これは多分ほんまに本気で覚悟を持つってのも大事やから、だからあのヒカルさんとかキムとかやっぱこうそういう点が素晴らしいかもしれない。あと僕あれだったですね、完璧主義者っていうのと、うん、負けず嫌いっていうのがあったんで、いやまあそれがいい方向に作用したもん。いやそれはだから勝負ごとにおいては強いですね、勝負ごとにおいては。まあそんな感じで阪大オープン受けてまいりましたけども、まあ意外と点取っちゃいましたけど、正直これマジ最後に本当に言いたいのは運が結構は。あったということは間違いない。科学57点は運やで、ほんまに。科学57点はほんまに運というか、たまたま俺がこう解いたらいけるんちゃうかって解いたらいけたっていう。まあ俺この点数取っても、多分科学は多分、解いてる時の感触では科学いっちゃ悪いと思ってたから俺。あ、そうっす。俺解いてる時の感触一番科学ができてないと思ってたぐらい自信がない回答がたまたま当たってんねん、俺実は。で数学は多分論理的にいけたから、なんか俺の思ってた通りぐらいの点数で返ってきてるけど、
あの、まあ、物理とかの方がどっちかっていうとなんやかんや、あ、意外と間違えてたなっていう印象でした。